それではご覧のチャンネル、松坂ぎゅっとチャンネルの年末年始の番組内容をお知らせします。12月29日から12月31日までは、2020年の松坂市の出来事をこれまでのアユウェーブ松坂の映像で振り返る、市政の歩み2020年を振り返ってをお送りします。年明け1月1日から1月7日は、竹上市長がこれからの市政について語る竹上市長に聞く2021や、松坂市議会を代表して西村智志議長と坂口秀夫副議長が新年のご挨拶を申し上げます。通常のアユウェーブ松坂は1月8日金曜日から放送します。年末年始の松坂ぎゅっとチャンネルも、そして来年のアユウェーブ松坂もぜひご覧ください。それではこれで失礼いたします。